田敏夫議員が花粉症に悩む人々に一言。率直に言うと私もですね、花粉症に悩んでる30年前から。切りましょうよ。いや本当にちょっと待ってますよ。花粉症で、何出す？毎日必ずですね、ここに薬持ってて。なんでこっち側じゃないですか。じゃあいう時はそれ飲む。ちょっと待って。じゃあなぜ言えんのよ、かすぎ。最近はね、自給率もだんだん上がってきてるんですよね。山田さん何を守ってるの？守ってるのは大事なですね、財産をきっちり使うということだと思います。使ってないからね、意外に。だから使うんです。そのために必要な財源も関してね。1950年代に多くあまりにも多く植えすぎたんです。ここなんです。山さんゴルフやんないの？ゴルフやりますよ。ゴルフやるでしょ、はい、であれ風邪吹くと杉の花粉飛ぶじゃない。すごいね。すごい。でもゴルフやるならその辛さはお分かりになるんで。ますね、ドライバーで構えたらですね、パラッと出るからね。そこじゃないから論点は。だったら山田さん変えましょうよ。花粉症に悩む山田敏夫議員がどうしても植えたい杉とは。一つはね、無花粉症のですね杉っていうのが20年前に発見されたんです、それは間違いなく、種やしぶどうみたいなもの作ってそれ、それでですね、まあオスが花を咲かせないっていう、お花を咲かせないっていう、その木が見つかってね、今から60年から100年かかるわけじゃないですか。それでね、相当程度ね、育苗ができていて、そしてね、今植えてる部分のやはり 10% 程度はね、ちゃんと無花粉の。なんで 10% なんですか？まだ苗がないんです。だから今一生懸命に苗を作って、それでやってるんです。だけど三段子孫できるじゃん。現在花粉症対策として研究されているのは無花粉杉とほとんど花粉を出さない小花粉杉。これらは新しく植えられる杉のおよそ 13%、 裏を返せば 90% 近くが花粉をまき散らす杉ということになる。なぜ杉がこんなに大量に花粉を発生するかはご存知ですよね。場合によったらですね、この温暖化とかね、違います、気候全体のことも影響してるんだと思います。密に植えすぎてるから危機感を感じてるんです。それもあるかもしれない。だからそれを整備できるコストがないんですよ、人材がないんですよ。だから切れ切れとおっしゃいますけども、それをどんどん切りなさいっていうコストがないんですよ。植えてるってことがわからない。植えちゃダメ。使うのはアグリ、だって使わなかったら変ないから。アグリアグリーって何ですか？同意する、同意する、 OK。 アグリーって初めて聞いた。ルー大島さんも使いませんけど、もう次は植えなくても大丈夫だから。アグリーなんか途中から秋元康さんに見えてきた。なんかさっきから聞いてるとね、なんか経済の話ばっかりしてるのに、国民の大多数というかかなりの人が花粉症に悩んでるっていうところの視点が抜けてるんじゃないかっていうふうに思うんですよ。それはなぜですか？そうだよ、花粉症なのに。こうなって花粉症に負けない。だから、改善はしていこうという努力はしてますよ。それはしてるって。ただ言わせてもらうけど、花粉症の産業で儲かってる人たちもいらっしゃいますからね。じゃあ花粉症になった方が経済効果があるってことですか？花粉症出た。その極論、違う違う、ちょっと誤解のないように言っておきますよ。誤解しちゃったの。花粉症をなくす木を植林しましょうとか言うと、裏で圧力がかかる。